諸国法相一家の捜査を中心に青瓦台と検察の激しい対立が続く中、29日、韓国大統領府は前日ソウルのズイグサクで開かれた大規模ろうそく集会と関連して、極めて重く受け止める部分だと思うと明かした。大統領府の関係者は、短時間で多くの人たちが集まったということは、それほどまでに検察改革を熱望しているという証だと語った。28日、ソウルズイグサクで司法籍平成三反国民市民連帯によって、第7次検察改革ろうそく文化祭りが開かれ、諸国主語、検察改革が主張された。この日、集会には市民たちが韓国全国各地から集まり、参加者数は主催側が予想していた規模をはるかに上回った。主催側は、集会の参加人数を150から200万人と推測しているが、ズイグサク長は、集会と同じ日に同区の祭りである、ソリプルフェスティバルの閉会のために集まった人たちもいて、どちらの参加者かの区別がついていないと主張した。